はい、どうも翼です。先生、中部電力の主任の凄まじい給料について語ります。例えばね、細かい数字が書かれた給与明細書を再生リストに並べてますので、見たい方は再生リストからお辿りくださいませ。では行きます。これね、ちょっと基本給とかちょっと細かい数字が書かれてなくて、ここら辺はちょっとね、家族手当などは分からなかったんですが、月収が大体、44万3000円ですね。はい、賞与が年間2回で、177万4000円ですかね。はい、で、年収が709万5000円となってます。こちら年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。